はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。この本ご存知でしょうか？こちらはですね、教養としての哲学、そしてこちらは教養としての日本哲学、どっちもね、私の本なんですけれども、教養としての哲学っていうね、この本、これはまあ西洋の哲学について書いてる本なんですね。まあ哲学といえば西洋の哲学指しますからね。で、まあこっちはね、日本哲学、まあ日本思想のことですね。今日はですね、これらを参考に西洋哲学と日本思想の違いについてこうざっくりお話をしたいと思います。まあちなみにね、こう広い意味での日本哲学っていうのは日本思想と同じことなんですよね。私は割と日本哲学って呼ぶこと多いんですけど、まあ一般には日本思想と呼ばれますから、今日は日本思想という言葉で西洋哲学と比較してみたいと思います。このね、違いよく聞かれるんですよ。まあもちろん相互に影響し合ってますからね、そうくっきり分けるわけにいかないんですけれども、まあ大雑把にね、こう違いをあえてこう対比するならば、私は次の5つの点をね、挙げることができると思ってます。まあもちろん他にも視点はあるし、例外もありますけどね、あくまで分かりやすさ重視でいきますよ、いつものように。まず一つ目、理性 VS 感性。まあこれ理性 VS 感情と言ってもいいのかもしれませんけれども、西洋哲学は理性、つまりこう理屈でね、考える営みなんですよね。論理とかね、言葉を意味するロゴスっていう古代ギリシャの言葉が、その西洋哲学を象徴しているようにですね、まさに論理で考えて言葉で表現する、まあこれが西洋哲学の手法でもあるわけですよ。それに対して日本思想ね、これも考えるんですけど、こうより感じることを重視してますよね。日本倫理学の父、和辻哲郎に言わせると、だから日本人はね、こう自分の考え、思いを表現するときに和歌を読んできたって言うんですよね。あるいは禅ね、あれもこうただ座ってるだけで真理を発見したりできるわけですから、言葉さえなくてもいいわけですよ。これ大きな違いですよね。次に有 vs 無、つまりこうあることとないことの対比ですね。西洋の哲学の場合は無から有は生じないってよくね、言われますけれども、何かがこうあるっていうことをね、前提にそれを問題にしてきたわけですよ。日本思想の場合は反対に、無から全てが生じるみたいなね、そういう考え方することが多いんですよね。日本哲学の父、西田喜太郎なんかは絶対無っていう言葉を生み出してますからね。これむしろ無限みたいなイメージですね。あと西田のね、後の哲学者たちは空を重視したりしたんですけれども、これもね、無に近いですよね。だから芸術なんかでもね、こう何もない余白の部分が大事だとかね、沈黙とかを良しとするわけなんですよね。はい、3つ目、個人 VS 集団。まあこれは個人 VS 共同体と言ってもいいでしょうね。あるいは個人 VS 関係性。よく西洋人はね、個人主義だって言われますよね。まあ、それは個というものを重視するからなんですよ。だから一人の人間がこうどこまでやれるかっていうのをね、吟味してきたわけですね。これに対して日本の場合はね、集団を重視しますよね。まあ集団を重視するっていうことは、そこに含まれる個々の人間の関係性、これを重視することになるわけですよ。まあさっきの和辻哲郎なんかはね、間柄っていう概念を作って、まあ人間っていうのは誰かと誰かの関係性の中でこう規定されるみたいなことを言ってるわけですね。私もね、その延長線上にこう、隣のトトロ、あの隣っていう関係性をね、こう哲学にして論じたことがあるんですけど、いや、なかなか広まってませんね。そして4つ目、一元的 VS 二元的。まあ、あるいはこれ一元的 VS 多元的って言ってもいいでしょうね。これね、よく誤解されるんですけど、もちろん西洋の方がね、物事をこう分析するし、やたら二項対立が好きだし、基本的にね、内側じゃなくて、こう、物事の外側にね、違いを見出していく思考法ですから、まあ、西洋哲学の方が二元的、多元的とも言えますよね。でも、近代ドイツの哲学者、ヘーゲルの弁証法に典型的なように、何でもこう一つにまとめていくっていう要素がやっぱり強いんですよね。まあそれに対して日本の思想は、例えば久喜修造のね、生きの概念みたいに、くっつきそうでくっつかない、この二元的関係、あれが重要なんですよね。まあそれにね、神様見たって西洋の場合は一神教でしょ？日本の場合はね、こう神道の八百万の神みたいに、やっぱ多元的なんですよ。はい、最後は発展 VS 調和。西洋の場合はね、さっきのヘーゲルとかがそうなんですけれども、基本的に発展を目指すわけですね。意識とか歴史なんかもこう発展していくっていうわけですよ。まあこれに対して日本の思想の場合はね、調和を目指しますよね。ハーモニー。だから和の国って言われるわけです。まあこの違いがね、明確に現れるのは、外国から何か新しいものが入ってきた時ですね。まあ、西洋の場合はそれやっつけてでも取り込んで、ね、そして発展させていく。まあ、日本の場合はそれをやっつけずにうまく取り込んで新しい調和を作る、ハーモニーを作るわけですね。まあ、西洋のね、哲学が昔からそれ自体として発展してきたのに対して、
まあ、日本の人はね、いろんなものを取り込んで、外来思想を取り込んで、こうハイブリッドなものとしてこう、発展してきた、まあ、大きな調和を、ね、作ってきたっていうのはもうその、ね、典型的な違いだと思いますよ。どうしてこういう違いが出てくるかっていうと、これもうメンタリティの違いとしか言わないですよね、西洋人と、ね、日本人で。どうして、ね、そのメンタリティの違いが出るかっていうと、まあ、場所が違うわけですから、気候も違う、やっぱり和辻哲郎が言う風土の違い、その影響っていうのは、まあ、ありますよね。はい、ということで今回はね、西洋哲学と日本思想について大まかな違いを指摘してみました。こうやって比べてみるとね、やっぱり日本思想って独自性ありますよね。どうしてもグローバル社会っていうと、こう強い国のね、色一色に染められがちなんですけれども、本当はね、もっといろんな国がね、それぞれの独自性を発揮して、グローバル社会に貢献して、こう多様性を作っていかないといけないんですよね。ぜひね、私たちもこう日本思想の良さ、これを生かしてですね、いろんなものを発信して、グローバル社会を多様な形にしていきたいですよね。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。